皆さん、こんにちは。今日は2024年5月30日木曜日です。今日のテーマは日本33年間連続で世界一お金持ちの国なんですよ。ずっとなっていますので。そして中国のある住宅ビルが綺麗に倒れました。この表現おかしいかもしれませんが、でも皆さん見たらわかると思います。 そして中国はこれから実弾演習始まります。また韓国の SK という会社の機密情報を持ち出して中国の Huawei という会社に提供したんですよ。これについても情報があります。そして最後ですが中国詐欺について話をしますが、今回は駐車場の詐欺について話をしたいと思います。 情報が多いので、少しずつ話をします。一つ、マークロ大統領、24年ぶり、国勤としてドイツを訪問しました。3日間の訪問です。首脳会談がありまして、やはり注目されているのは、ウクライナ軍ですね。NATO の武器を使って、ロシアの国内にあるものを攻撃していいでしょうか。会談が終わって、シュルツ首相と、 マクロ大統領、記者会見で話をしました。ロシアは自分のここらの軍事基地からミサイルを発射しています。ウクラナのハリコフとか、そういった都市は被害を受けています。その軍事基地であれば破壊すると我々は指示しますよ。ただ、軍事基地以下のもの、住民の生活に必要なものを攻撃してはいけません。ロシアを刺激しない。 戦場の拡大を防止するためです。ロシアの軍用の空港、軍事基地を破壊していいです。というふうに発表しました。しかし、この記者会見が終わって、数時間後ですね、アメリカのホワイトハウスの報道官が発表しました。ウクラナに提供した武器、ロシアの国内にあるものですね、攻撃してはいけません。アメリカは同意しません。などの武器、 大学にははアアメメリリカカのの技術も入っていまますので、アメリカは支持しません。この発言ですね、発表されてみんなびっくりしました。例えば今後、オランダとかベルギーとかですね、F16 戦闘機を供与しました。同じくロシアの国内にあるものを攻撃してはいけませんという意味です。そしてプーチンさんはまた警告しました。ロシアの国内にあるものを破壊されたら、 世界的な衝突になるんですよと脅迫しました。また、マクロンさんは認めました。フランス軍はウクフランにいるんです。これからも部隊を派遣していくんですよ。原因はですね、ウクフランの軍の新人さん、十数万人、二十万人で弱ですが、新人さんいるわけですから、訓練しなければいけません。というふうに説明しました。実はですね、中国では反ロシアの声が どんどん多くなってきました。中国の軍事評論家、この話をしました。もしロシアが負けました、ロシアという国は存在します。ロシアというのはヨーロッパの一員です。ロシア人も自分はヨーロッパの人だと思っているし、プライドは高いんですよ。ロシアが負けて、北朝鮮のように中国の古文になったり、中国の稲荷になったり、 これはもうそうです。ありえません。ロシアには天然ガスもあるし、石油もあるし、自然の資源がとても多いんですよ。プーチン政権が終わるだけなんですよ。新しい政権が登場すれば、ヨーロッパはすぐにロシアを受け入れます。そうすると我々は何もなくなってしまうんですよ。西洋との関係が終わってしまうし、 ロシアはヨーロッパと同じ立場となって、中国と対抗するんですよ。つまり、中国は現在何をやっても最後は何も残りません。という話が出たんです。現在ですね、中国の共産党側の外務長官、5月29日、日本自民党総裁、岸田総理と会談しました。やはり政府同士、まあ、党側の同士ですね、会談ですが、 中国の外交ですね、ちょっとおかしいかもしれませんが、中国の奥義、彼は外務長官です。国会側の外務長官です。でも、この人間ですね、劉健長と言いますが、中国共産党側の外務長官です。実はですね、地位で言えば、この人の方が高いんですよ。やはり共産党側の外務長官です。この人が習近平の代表として日本を訪問しました。 また、上川大臣との会談もありましたが、お互いハイレベルの対話の交流、お互い利益、協力という関係を維持しましょう。こういう会談で合意しました。ただしですね、これからどうなるでしょうか福島の水について問題はどうなるでしょうか日本の海産物について中国は輸入を再開するでしょうか尖閣諸島の問題についてもどうなるでしょうか 中国では日本人数名監禁されていますのでどうなるでしょうかこういう問題ですね。まだ解決したところは、まあ、解説はできていません。次ですね。日本はですね、世界一お金持ちなんですよ。これがですね、私がいたわけではなくてみんなそう思っています。去年2023年末まで日本の対外純資産ですね。借金ではありません。対外純資産ですね。 1> 1兆円以上です。これは2022年より12.2%の増加です。連続5年間の増加ですし、まだ33年間ずっと世界一日本というのはものすごい世界の再建国です。再建の大国です。簡単に言えばですね、日本はこの33年間世界の各国にお金をたくさん貸しました。 あるいは日本というのは投資の大国です。世界一の債権者です。という意味です。もしですね、日本はお金を返せと言ったら、あるいは日本はですね、これから投資をやめますよ。と言ったらですね、多くの国は痛い,いんですよ。ちなみにアメリカは痛い,いんです。経済危機を起きてしまう可能性もあるし、これは大変ですね。日本はですね、ものすごい強いんですよ。そして、 第2位の再建国ですね、どこでしょうか中国ではないんですよ、実は。実はですね、ドイツです。ドイツの経済はですね、あんまり良くないんですよ。少子化の問題もあるし、ただしですね、ドイツの国民がお金持ちで海外で投資活動をやっていますので、これで世界で第2位、海外純資産、2位多いですね。そして、海外の債務ですね、一番多い国は、 実はですね、アメリカなんですよ。アメリカ世界一ですね、借金抱えてる国なんですよ、実は。総額は25兆ドル以上です。実はですね、アメリカはお金持ちではないよっていう意味です。もしですね、日本はアメリカの国債を売ったら、アメリカの方がものすごい大変です。でも日本はそのことしません。アメリカはわかっていますので、だからアメリカは安心していますが。 金の価格ですね、上昇している原因の一つですが、多くの国、中央銀行ですね、非常に不安定ですので、アメリカドルが大事ではありますが、でもアメリカですね、ドルたくさん発行していますので、どこまでドル維持できるでしょうかみんな不安です。あるいはアメリカドルの価値、本当にあるでしょうかここまであるでしょうかドル高ですね。でもみんな不安です。 これで各国の中央銀行が金を買って保管します。転売とか、あの、売ったりとかしませんので、これで市場にある金が、の量ですね、増えるではなくて、減っていくんですよ。減ってしまって、金の価格が高騰してしまうんです。こういうのが現象です。そして、日銀ですね、マイナス金利をやめましたが、でも金利ですね、急に変動はしていません。日銀ですね、この金融緩和、あるいは、 マイナス金利、約17年間実施してきました。アメリカは9位、e、ですね。ほぼ同じですが、本来ですね、お金は貯金しないのが目的です。消費してもらう。あるいは投資してもらうんです。しかし、日本の投資家からすれば、ものすごい都合がいいんですよ。日本の銀行からお金を借りて、世界で投資活動をしました。やはり金利が安いので。これでアメリカドルにしたり、 おさらドルにしたり、元とかにしてですね、投資するんですよ。円がですね、日本円が円高にならない限り、外貨を円にすれば、ものすごい儲かります。また、外貨にして、外国の銀行に入れられるだけでもですね、利息はものすごいつくんですよ。5%とかですね、8%つくんですよ。でも日本では利息はないんです。そしてですね、実は我々ですね、ミセス、渡辺、 という表現がありますが、渡辺さんですね。渡辺奥さんとも言いますが、実はですね、意味としては、日本の旦那さんは、外で働いて稼ぐんですね。で、日本の専業主婦さん、あるいは奥さんたちは、家で投資活動をものすごいするんですよ。海外への直接投資ではなくて、日本にある投資信託、あるいは投資機構にお金を入れるんです。これで、 日本の投資機構は海外で多くのスタートアップ、カンパニーを投資しました。例えば、中国のアリババとかですね、JD とかですね、そういう会社たくさんあるのですが、DD もそうですが、日本の投資家ですね、ものすごい多いんですよ。そして、2022年末まで日本の大会純資産418兆円以上でした。今年はもっと多かったんですが、 でもですね、ものすごい増えています。やはり円安っていう効果もあるでしょうかと思いますが。円安があって、日本円は海外で投資しますので、結果ですが、日本の物価が安定しています。これですね、結構いい話だと思いますが、でもですね、日本の政府にすれば、経済刺激効果はあまりないというふうに思われるんですよ。ただ例えばですね、これからですが、もし日銀が マイナス金利をやめるんですが、やめたんですが、日本の投資機構ですね、例えば利上げにします。日本の投資機構は海外での投資活動をあのやめるんですよ。あるいは減少します。減らします。あるいは投資しても金額風ですね、減ってしまうんですよ。やはり日本の国内で投資するでしょうし、多くの国、例えば新興国にすればこれはものすごいショックです。日本はですね、海外にはまだ日本がある。 というふうに我々は表現していますが、つまりですね、簡単に言えば日本の経済は実に強いんですよ。本来ですね、世界が不安定の場合はですね、投資家にすれば、海外の投資家にすればですね、日本円は非常に強くて安心です。なので日本円買いですね。これは普通ですが、ただし今回は特別なんですが。なのでですね、日本の経済について、 例えばですね、タコさんの世のはあると思いますが、経済が崩壊とか、円安、価値がなくなるとかですね、これは絶対にあり得ません。日本はですね、世界一お金持ちなんですよ。もしですね、あの、自分の生活ですね、本当にいいでしょうかと思う人がですね、多分多いかもしれませんが、実はですね、日本という国ですね、実はすごい幸せなんですよ。物もあるし、安心できる、物買えるし、 食べ物も安心ですし、美味しいですし、タコさんの商品ですね、あるんですよ。選択肢がとても多いんですよ。そして、何を買っても、物はあるんですし、選択肢が多いし、実はですね、タコさんの国はこの条件がないんですよ。日本はですね、やはり製造業の大国という基礎がありますので、そして、日本人はですね、あまり自分のことをですね、投資下手とか言いますが、そうではないんですよ。 日本の渡辺さんですね、お子さんですが、結構投資していますよ。つまり日本といの国ですね、実に安心安定です。何もないんです。ものすごい素晴らしいんですよ。次ですさん、以前の香港の政府ですね、孤立が良いんですよ。無駄がないし、綺麗な政府、腐敗はないというふうに評価されていました。しかし、習近平が登場して、香港のことも無茶苦茶にしました。 あるいは香港もむちゃくちゃとなってきました。習近平は中国の農村部ではトイレ革命を起こしました。失敗してその後ゴミの回収、ゴミ分類、再利用の革命を起こしました。これで2021年8月、香港の国会では議会ですが、ゴミの有料化の法案を承認されました。1キロあたり0.11香港ドル、 お金かかります。約2.2円ですが、香港の政府は専用のゴミ袋を準備して市民に買ってもらうんですよ。その専用のゴミ袋で出かなければ解消はしませんので、市民はそのゴミ袋にゴミを入れていきます。香港政府の説明としては、ゴミのことを有料化にすれば、ゴミの量は減るですし、環境のためですよと説明しました。しかし、この3年間、香港政府は 1.7億ドル、香港ドルをかけて、宣伝したり、ゴミ袋の生産したり、出荷ゴミ回収の体制を作りました。しかし、実行するにはですね、無期限に延期ですよと発表されました。原因はですね、香港人80、80%以上の市民は批判しました。同意しません。また、香港政府ですね、テスト試しでやっていましたが、実はですね、ゴミの量は少しも変わっていません。 そもそも香港には回収あるいは再利用のシステムがあんまり良くないんですよ。実はですね、香港政府は習近平の指導方針に従っていました。ダメだと分かっていてもやるんですよ。やって失敗したらですね、問題はありません。もしですね、やらなければ習近平にはですね、仲間ではないと思ってしまうんですよ。これが怖いんです。2019年、中国ではゴミの革命がありました。 各団地ですね、分類しろというふうに決められました。団地の指導者ですね、出てきて、ゴミ箱をたくさん設置しました。一つを四つにしました。でもですね、中国では分類するという習慣がやはりないので、専門の方ですね、雇ってゴミを分けていました。しかしですね、これもおかしい話ですが、ゴミの収集者ですね、何もかも一つにして積んでしまうんですよ。まあ結果ですが、 形だけとなって、現在は、このゴミ革命は完全に失敗です。まあ、終わりましたが、失敗です。次です。4. 暗記書にある住宅のビルが倒れました。もっとですね、詳しく言いますと、住宅ビルの半分が倒れました。4名犠牲となって、12歳の女の子が中に含まれています。このビルはですね、1999年建設完了です。約24年間ですね。 使用してから、そして2018年大規模の修繕工事が終わりました。5階建てのビルですが、1階につき2世代、左、右、2世代ですね。そして現在ですが、西側の5階から1階までのビルがですね、半分ですが、倒れたんですよ。綺麗に倒れました。そして階段もですね、ここなんです。ギリギリ見えますが。政府の説明としては、連続ですね、雨数日間降っていましたし、 これで弱くなってしまって倒れたんですよと。でもですね、みんなおかしいと思うんですよ。さすがに雨のせいにしてはいけません。ネットではですね、どうしてこのビルの半分だけ雨でやられたでしょうか修復のビルは大丈夫ですかあるいは中国では不動産を購入しました。使用権ですね。所有権ではありません。70年間の使用権ですね。でも中国には70年間持つ物件は一つもないんですよ。 これについて中国の建築の設計士が分析しました。中国の建物ですね、基本はレンガとコンクリートです。鉄筋が生えていない物件が多いんです。メリットとしては建築材料が安いんです。工事も早いんですよ。現地でレンガを積めばいいんですが、でも欠点もあります。丈夫ではないんです。例えばですね、リフォームとかするときにレンガを触ってしまうとですね、 ビル全体的に危ないんです。そしてですね、確かに中国ではコンクリートのブロックあるんですが、でもですね、このブロックを育てる会社は国営企業です。とにかく低金が細いし、あるいは低金というものは全然生えていません。そして、コンクリートの場合は砂という問題もあるんですよ。川の砂ではなくて、海の砂使っているところもあるんです。実はですね、中国政府というのは、 何をやっても失敗です。例えば、住宅ビルだけではなくて、鉄道もそうですし、橋も同じですが、工事が終わりました。その橋、工事ですね、合格でしょうかチェックするのは、党の組織です。同じ政府機構です。つまり、お金くれたら合格です。つまりですね、中国の不動産ですね、全部危ないんです。この体制自体がダメなんですよ。次です。5。台湾の話ですが、 台湾の議会では、あの、改革法案が出ました。台湾の立法会議会の席について、113席のうち、国民党が52席獲得して第1党です。与党の民進党はですね、半分を切ってしまって51席です。無所属は2席、民衆党は8席です。来大統領は、えー、登場しましたけれども、公開では非常に不利です。 例えばですね、民衆党の支持があればいいんですが、これで半数を超えます。しかし民衆党はですね、国民の党のことを支持していますので、これで国民党としては議会をですね、改革案を出して、十分な討論もせずに承認されました。目的とは議会の力を強化するんですよ。大統領ですね、今後何をしたくてもできないんです。改革案を言いますと、 大統領ですね、国会での報告することを許可しました。国会がメインです。国会はですね、大統領より上です。それから議会は調査して、投票で決めます。これはですね、あくまで国会の方が強いんです。また国会の方がですね、要人を任命する力を持ちます。これはですね、人事というものですが、そして大統領の各官僚もですね、閣僚も国会にいつ呼ばれても、 交換に出てきて、説明、質問に対して説明しなければいけません。もしですね、変なことを言ってしまう、嘘をついたり、あるいは答えません。はですね、いけません。罰金するんですよ。罰金はですね、20万、20万台湾ドルです。何回も罰金できます。これについて民進党は大反対です。当たり前ですが、これで台湾の国民ですね、各地域では、 約十数万人抗議活動しました。もし民国民党ですね、処理したら、台湾の国会、香港の議会と全く同じです。そして、習近平の命令に従ってしまうので、台湾というのは中国の言いなりなんです。これで民進党には作戦がありますが、全国民の投票、一応できます。そして、再投機、投のして、最高裁の裁判官に説明してもらうんです。例えば、 憲法のことを、憲法のことを違反していますので、提訴そのことです。そういう方法をですね、考えていますが。中国語はですね、また情報がありました。実弾演習しますよと発表しました。期間は長いんです。5月27日から6月の15日まで約3週間です。朝、毎日朝8時から夜6時までです。場所はねえ、はです。まあ、実弾発射ですから、 相手ですね、そこには何か物を置いて撃てばいいんですよ。しかしですね、ここなんですよ。台湾からものすごい遠いんです。ちなみにここですね、鹿児島です。宮城県はここです。ここが台湾ですが、距離ですね、結構遠いんですよ。この間、台湾を包囲して、2日間の軍事演習をしました。発砲しませんでした。これで国内にいる愛国者ですね、ものすごい批判しいるんですよ。おかしいでしょうと。 発砲しろよと言います。これで中国ですね、遠く離れて長期化の治産演習ですよと決めたんですよ。実はですね、この行動をする時点でですね、習近平は俺だっていう意味です。やはり台湾のことですね、に対してはもうこれ以上の方法はないんです。次です。6、韓国の SK ハイニック社の話ですが、中国人の従業員さんが逮捕されました。5月28日、 韓国の警察署が公開しました。女性ですが彼女はファーウェイ社に機密情報を提供しました。先月逮捕してこれから起訴しました。女性は2013年 SK 社へ入社しました。チップの生産工程をチェックしてチップの不良品を研究して原因を分析して改善するという部署に勤めていました。2020年中国支社へ移動しました。 2022年6月、SK 会社辞めて、ファービー社へ転職しました。転職する前、3000ページの資料を持っていたんですよ。チップの製造工程、トラブルの解決案とか持っていたんです。そしてですね、これはですね、別に韓国だけではありませんよ。日本もすごい多いんです。そして次ですが、中国の詐欺について話をします。今日はですね、中国の 駐車場の詐欺について話をします。中国では不動産を購入しますと、駐車場ですね、ついでに購入する人がですね、ものすごい多いんですよ。やはり、生活のレベルが高くなるにはですね、車が欲しいんです。車を止めるには駐車場が必要です。そういう意味で、駐車場を買います。実はですね、結構高いんですよ。不動産市場が良かった時にですね、もし駐車場を買わなければ、 不動産も売ってくれませんでした。しかし、この2、3年間ですね、不動産を買っても、駐車場ですね、買わなくてもいいですよとなったんですよ。原因はですね、駐車場は高いし、借りた方が安いんです。不動産企業ですね、ここでは年間で5000件、10万円で1年かかしますよと言っています。しかし、それでも、借りることはあまりいません。ここで、会社ですね、詐欺が出てきました。5000件で、 借りる人を探しますので、仲介手数料20%ください、サイト言ったんですよ。これで不動産企業は OK ですよと言います。そして会社の作戦としては、広告を出しますので、10万円で購入するではなくて、10万円くれたら、これは担保金です。担保です。無料で使っていいですよ。10万円というのはあくまで担保であって、3年後に返しますので、この間、 駐車場は使用料ですね。無料です。その後ですね、結構人気出て、でもやはりですね、タコさんではないんですよ。その後、この会社はまだタコ線を出してました。10万円ですね。これは投資です。3年後ですね、返さなくてもいいのであれば、利息年間5%つきますよと発表しました。また、その時ですね、駐車場の値段はきっと上がりますし、もし10万円が 15万件となったらですね、その時、また買うのであれば、会社がその5万件負担しますよと。まあ、結果ですが、このえ部ですね、消費者はですね、損は絶対にありません。これでですね、多くの人がですね、参加しました。10万件ですね、銀行から借りるのですよ。でも、駐車場ですね、使用料金はないんです。非常にいいんです。結果ですが、駐車場ですね、空き場もないんですよ。全部埋まりました。 会社ですね、このお金を持って逃げましたね。これはですね、最近の出来事ですね、あの、ものすごい多いんですよ。中国ですね、先の大国です、実は。そして経済が悪化すればするほど、こういう先の手口ですね、どんどん出てきます、まあ。結論ですが、先ですね、気づいたらもう遅いんですよ。雇る最初ですね、みんなわかりません。気づきません。これがまあ中国ですね。まだ動画では少しずつ、 話をしたいと思います。この動画はここまでにしたと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。